シリーズ第3回目はキャンディーのポーチです。このパターン、キャンディーに見えませんか？そしてタグと、このタグで作ったこのファスナーエンドがキャンディーみたいにまた見えませんか？そして裏側、こちらにもブルーのキャンディーがついています。こちらがキットになります。キャンディーを作る生地と、それから側面の生地、裏布、ペーパーピーシングの紙、そしてベースのピンクになります。あると便利なものをご紹介します。こちらはカナダのどんぐりのグルー、待ち針の代わりです。そして縫い代と縫い目を平らにするプレスペン、こちらは正確にカットするスクエア定規、こちらはくるくる動くロータリーカッティングマットです。白地の生地に対角線に1本線を描きます。組み合わせた布を中表にして、対角線のところにどんぐりのグルーを4滴つけて、アイロンをかけて2つの生地が動かないようにします。対角線の7ミリ外側、こちらも7ミリ外側、2本ミシンで縫っていきます。鉛筆の線をロータリーカッターでカットしていきます。そうすると、直角三角形が2枚できます。この縫い代と縫い目を整えるために、プレスペンをつけてしっかりアイロンをかけます。プレスペンで縫い代と縫い目をしっかり平らにしたら、片方の方に対角線を1本引きます。こちらとこちらを中表に合わせますが、白い生地の上にブルーの生地の方を乗せて、逆に合わせて、こちらにグルーをつけて、アイロンをかけて動かないようにします。先ほどと同じように、引いた線の両側7ミリのところをミシンで縫います。そして鉛筆で描いたところをカットすると、こちらのパターンが2枚できます。プレスペンで縫い代をしっかり整えたら、こちらを9センチ角にカットしていきます。この定規を使います。9センチということは半分が 4.5 なので、4センチと5ミリ、こちら 4センチと5ミリ、 4.5 がここの中心になります。わかるように、ここに黄色いマークをつけています。この中心のところを、パターンの中心に合わせて、そして斜めの線を合わせると正確にカットすることができます。正確に9センチ角がカットされました。次に、この対角線のところを3センチにカットしていきます。ここの斜めの線と3センチを合わせてカットしていきます。同じく、こちらも3センチでカットしていきます。四隅がカットできました。こちらの四角は出来上がりが6センチになります。
周りを 0.75 ずつカットしたいので、出来上がりが 4.5 になります。中心は 2.25 なので、こちらの 2.25 を中心に合わせます。出来上がった棒パッチに先ほど周りを切ったこの三角をつけていきますが、色を逆にしてつけて縫い合わせてください。いつも縫う時は風車に倒しますが、今回は縫い代が重なりますので肩倒しに倒していただくと縫い代があまりゴロゴロしません。中心と4枚をつなげていきます。私はこちらとこちらをまず先につけてからこの順番で縫っていきます。出来上がるとこのキャンディーが2つ出来上がります。後ろの縫い代はこんな感じになりました。キットの図案の上にペーパーピーシングを上に乗せて鉛筆でしっかり図案を描いていきます。番号も忘れないでくださいね。ペーパーピーシングは裏表がありませんのでどちら側でもいいですよ。ではペーパーピーシングの上に縫った生地を乗せていきます。まず横列を縫っていきます。こちらの方に番号が書いてありますが、この横の列だったらどこから縫い始めてもいいです。ここの真ん中の四角のところがさっきのキャンディーのパターンが乗るところです。対角線に線を引くと中心が出てきますので、ここにどんぐりのグルーを乗せて、そしてこちら真ん中のところに待ち針を打って、ここの真ん中に合わせます。そうすると、キャンディーがちょうどど真ん中にセットされます。そして2番目の生地、こちらにどんぐりのグルーを乗せてピンクの生地を置きます。そうしましたらこちら側を見てこちらの線をミシンで縫っていきます。ミシンで縫えたらこちらに表に返して同じように反対側も縫ってください。そして横1列ずつ縫い進めていきます。横1列ずつ縫えたら、ここの点線のところを折って、そして縦を縫っていきます。同じようにこちらも縫ってください。この横が、こちらの線が縫えたら、こういう感じにできてきます。上にピンクの生地を乗せて、下にもピンクの生地を乗せます。横の点線を折って、こちらの線をミシンで縫うと、1段目と2段目のキャンディーがつながります。図案にペーパーピーシングを移して順番通り縫っていきます。底と後ろ側がいっぺんにできたパーツができます。そちらとキャンディーの表側を、ここをつなぐとトップの完成です。裏布とトップを中表に合わせ、その下にキルト芯を置いて、返し口を残して、ぐるーっと一周縫っていきます。キルト芯は縫い目ギリギリに、裏布はトップと同じ長さにカットしてください。返し口から丁寧に表に返します。返し口をコの字閉じにして図案のように指定のキルトラインでキルティングしてください。ホームメイドのタグをアップリケします。
マチも同じ作り方で両側2つ作ります。マチと本体を巻きかがりでつなげてポーチに仕立てていきます。巻きかがりは表と表の布同士を巻きかかってください。まず底側からつけていきます。糸は私は分かりやすいようにブルーで縫ってますが、きなりの色の方がいいかもしれません。巻きかかりで縫っていきます。底が縫い終わったら今度はマチの方に巻きかかっていきます。ファスナーはここのギザギザのところがちょうどポーチの上ぐらいのところで、この位置に星止めでつけていきます。ビラビラならないようにここは縦まつりかヘリンボーンステッチを縫って留めていきます。こちら側はスタートラインなので折って縫っていきます。こちらはこのように45度に折れるので、このままこうぐるっと縫ってください。タグの上にスナップを乗せます。実はこのスナップってここの突起のここのところに穴が開いています。このスナップを包んでここからここまで縫っていきます。そして周りをぐし縫いをしてギュッと縫い縮めていきます。こちらも同じようにぐし縫いして縫い縮めてください。この長さはお好きな長さでカットしてください。出来上がるとこんな感じになります。先ほどの突起物のところの穴が開いているので、そこに糸を通してファスナーにつけます。キャンディーポーチの出来上がりです。